特攻機の突入を受けた、リバティ型輸送船ジョンバークの、搭載弾薬が誘爆した映像です。この大爆発の巻き添えで一隻のタンカーが沈没、周囲の艦船に被害が生じました。核爆発を連想させるインパクトのある映像ですが、この攻撃は、単なる一つの攻撃にとどまらず、米輸送船団に対する、我が陸海軍航空隊の連携された攻撃の行使であったのです。特別攻撃と通常攻撃、現地部隊の苦悩が伝わってきます。昭和19年12月27日、レイテ島からミンドロ島に向けた輸送船団は、U15 船団と呼称され、護衛艦と合わせて99隻にもなる、この海域唯一の有力な輸送船団である。第1艇団 LSD 25隻。第2艇団リバティ船3隻、ジョン・バーク、ウィリアム・シャロン、ピーター・ラーソン。リバティ船改造タンカー1隻、ポーキュパイン。陸軍 FS 型タンカー6隻。水上規模艦2隻、ハーフムーン、サンパブロ。第3艇団魚雷艇母艦1隻、オレステス。 LCI 23隻。さらに護衛としてこの船団の両舷外側に魚雷艇が29隻、その外側に護衛駆逐艦9隻が左舷に4隻、右舷に4隻、先頭に1隻配置された。なおこの船団には前日の26日に決行された我が木村艦隊によるミンドロ島挺進攻撃を受けて、急遽ミンドロ島守備部隊強化のため、第21歩兵連隊の965名を輸送に加えている。12月27日午後5時、レイテ島サンペドロ湾を出港、船団速力9ノット。翌28日、早朝よりこの船団は日本軍偵察機の接触を受けることになる。午前10時、3機編隊の日本軍機2隊が船団上空に姿を現した。19分、急降下した特攻機が LCI 船76に撃墜され左舷海上に墜落炎上。21分、愛船をしてリバティ船ジョンバークに1機、同じくリバティ船のウィリアムシャロンに1機突入した。特攻機は火だるまになりながらウィリアムシャロンの艦橋に突入、大火災を引き起こした。そして、ジョンバークの砲は、搭載されていた砲弾、高性能爆薬が誘爆し、大爆発を起こした。ジョンバークに積載されていた爆薬類は、米軍弾薬輸送の通例から約6000トンと推定される。この爆発は周囲の艦船に大被害を与えた。バークの後方を航行していた陸軍 FS 型タンカーは衝撃波を受け轟沈、生存者はわずか1名であった。約2200メートルの距離にいた護衛駆逐艦ポール・ハミルトンは左舷水栓下のフレームが陥没。燃料タンクに亀裂が生じ燃料漏れを起こした。約1000メートルの位置に航行していたタンカーポーキュパインの被害は大きかった。約450メートルの近距離にいた魚雷艇332は、船体が大きく損傷し浸水が始まった。他の艦艇も、大小様々な被害が生じたが、航行に支障がなく、船団はそのまま進行した。この被害は物的なものにとどまらず、精神にも影響を及ぼし、経験の浅い乗組員に士気の低下が著しかった。炎上したウィリアムシャロンには、護衛駆逐艦ウィルソンが救助活動を開始、生存者63名を収容するとともに、消火ホース10本使用して消火を行った。被害は船体上部に集中していたため沈没することは避けられ、午後2時30分鎮火。レイテから来園したタグボートグラップルにより、サンペデロ白地に曳航されることになったが、損傷が激しいため、最終的に敗戦となった。この攻撃はセブ基地より発進した、神風特別攻撃隊、第14混合隊の3機により行われたものである。第14混合隊、爆走冷戦3機。星野正美、10位。大塚明、上飛走。川淵静雄、1飛走。直縁機3機。この U15 船団に対して、日本軍機が接触している中、12時18分米軍直縁機隊が到着。U15 船団にとって待ち望んだ援軍の到着であったが、U15 船団司令部は、激怒した。しかし、米直縁機は、我が航空部隊にとって邪魔な存在であった。
それでも船団につかず離れず偵察機が追従し、その位置を刻々と通報していた。幽谷。九九式艦爆、一式陸攻と見られる攻撃機が2機から6機の小集団に分かれさみだれ式に攻撃を開始。直縁機体の防空網を突破し、船団に肉薄した。午後7時15分、LSD750 の右舷に魚雷が命中。右舷に傾斜式艦室に浸水が始まった。その後機関が停止したため、乗員は救援に帰宅駆逐艦エドワーズに移乗。LSD750 は砲撃により処分された。この夜米艦隊の直縁に当たっていたのは、夜間戦闘機 P61 ブラック移動2機であるが、低空から違法同時攻撃を行ってってくる、日本軍攻撃機を阻止することはできなかった。しかも、この夜に行われた日本軍航空隊の攻撃は雷爆撃にとどまらなかった。船団上空に JAF を散布し、米軍艦艇のレーダーを欺瞞させ、その進路前方に航空機雷を投下した。日本軍初めての航空機雷の実戦投入である。3式2号航空機雷1型。落下傘なしで投下可能な軽量簡易な航空機雷。浮揚により水面下 1.5 メートルの位置に浮遊し、上部に突き出た4本の触角に触れると起爆する接触機雷である。作薬量は 50kg あり、敵艦艇に損傷を与えることを目的としている。午後8時、船団全部にいる艦船が機雷投下を行う日本軍機を報告した時には遅かった。LSD751 が2発触雷し、3分後には LSD570 も同様に2発触雷。他にも LSD1014 など多数の艦船が触雷したが、航行に支障はなかったと報告されている。深夜になり日本軍機の攻撃は止んだが、偵察機の接触は続いていた。29日。この日も早朝より、日本軍の航空攻撃が始まった。午後10時30分まで執拗に雷爆撃が敢行されたが、残念ながら対空砲火と直縁機の妨害により成果は得られなかった。特に前日より増強された米直縁機隊は、この午後の戦闘で8機撃墜と報告している。そしてさらに残念なことに、機雷の戦果がなかった。前日同様、JAF の散布とともに機雷が投下されたが、船団からは水中爆発が多数報告されただけで、触雷した船舶は皆無であった。こうして、29日の攻撃は、終了した。30日、この日は船団がミンドロ島に到着する予定日である。第4航空軍は、手元に残された最後の切り札、新州隊の投入を決心した。新州隊、下志津飛行学校において編成された、教官、助教よりなる精鋭部隊。フィリピン島到着後の12月26日より3日間、ミンドロ島サンホセ飛行場に対し、九九式軍偵察機を持って夜間爆撃を敢行し、戦果を上げてきた部隊である。第4航空軍は、この新州隊に対して船団攻撃を命じた。そして、目的達成可能ならば、体当たりによることなく、爆撃して帰還せよ、と指示した。もちろんこの指示には、T 軍司令官の考えは入っていない。そして U15 船団は、ミンドロ島に接近したため手厚い航空援護を受けられるようになった。午前1時、夜間戦闘機 P61 が19機雷炎。船団を追尾している我が偵察機の排除を開始した。午前2時半、零式推定と思われる水蒸気を撃墜。その後も対空砲火と協力し接近する日本軍機をことごとく撃退した。午前9時、U15 船団ミンドロ島マンガリン1到着、揚陸作業を開始する。午後3時32分、LCI 機関624は飛来する日本軍機を確認。九九式軍偵察機、5機。日崎元延秀少尉、大石豊少尉、沢田源氏順尉、天地隆軍曹、甲瀬忠夫軍曹。新州隊九九式軍偵察機5機が到着した。目標を定めると次々攻撃を開始した。午後3時45分。駆逐艦プリングルに1機突入したのを皮切りに、ほぼ同時に駆逐艦ガンスボートと魚雷艇5艦、オレスです。少し遅れて航空ガソリンを下ろしていたタンカー船、ポーキュパインに突入した。駆逐艦プリングルは3番砲塔と上部構造の後ろの40ミリ連装砲火の間に命中し、死者11名、負傷者20名の損害を出したが、船体は軽微な損害にとどまった。駆逐艦ガンスボートは、2番煙突後方に命中、炎上。
爆弾が左舷船体より貫通し、後部ボイラー、エンジン室の付近で爆発、重甲板を内側から吹き飛ばした。死者19名、負傷者15名。航行不能になり、駆逐艦ウィルソンが消火に協力、沈下後魚雷艇基地に曳航された。オレステスに向かった特攻機は、周囲の対空砲火により炎上、墜落したが、機体は水面を跳躍し、船体中央部に命中した。爆弾はオレステス内部で爆発、搭載されていたガソリンに引火、大爆発を引き起こした。この爆発はオレステスを機関としていた 77.11 任務隊司令部を全滅させた。司令部以外のオレステスにおける死者、行方不明者45名、負傷者85名に上る。即座に退艦命令が出され乗員は退避したが、積載物資の重要性から決死の消火隊が組織され周辺艦艇と共に消火活動を開始。午後6時沈下。沈没を防ぐために魚雷艇基地近くの海岸に座礁した。そして、タンカー船ポーキュパインは最悪だった。水面上を超低空飛行してきた爆撃機は、何発もの20ミリ砲弾の被弾にもかかわらず、そのままポーキュパインに突っ込んだ。船体中央部に爆弾が投下され、続いて特攻機が突入した。爆発により燃料タンクが破裂し、発電機と配電盤が破壊された。機関室には燃料が溢れ、後部隔壁が破壊されたことから火は急速に燃え広がった。消火不能と判断された午後4時15分、総員退艦命令が出され、消火隊も退避した。炎症を防ぐため近くにいた手追いの駆逐艦、ガンスボートに魚雷による処分命令が下された。魚雷は2本発射され1本命中したがポーキュパインは沈没せず、破壊された燃料タンクから漏れ出したガソリンに引火し、かえって周辺は火の海になった。放棄されたポーキュパインは焼け落ちるまで、3週間炎症し続けたと言われている。船体の損害にもかかわらず、人的損害は死者7名、負傷者8名にとどまった。この新州隊の攻撃は、他部隊の雷爆撃と同時に行われているが、通常攻撃による戦果は記録されていない。戦果、駆逐艦、プリングル中破。駆逐艦、ガンスボート、大破。魚雷艇母艦、オレステス、大破。リバティ改造タンカー、ポーキュパイン放棄。こうして U15 戦団に対する日本軍の航空攻撃は終了した。最終的に U15 戦団に対する戦果はこのようになる。それに対して米海軍公式記録による日本軍機撃墜数は合計35機。米軍の記録にはこのように記載されている。U15 戦団に対する航空攻撃は3日間で大小含めて31回になり、2日目の29日には友軍誤射の報告も多発している。そして、30日に受けたポーキュパインとオレステスの損害により、任務部隊は深刻な燃料不足を生じ、ミンドロ島作戦に支障が出たのであった。これまでの日本軍には見られない多様で執拗な攻撃は、有形無形の損害を米前軍に与えていたと言える。しかし、米海軍が注目したのは特別攻撃隊の戦果である。特攻機の数については、直縁機に撃ち落とされたものや通常攻撃として計算されたものもあろうが、戦団が計算した命中率 83% の数字は、米海軍を恐怖させるには十分であった。しかし、これら特別攻撃が成功した背景に目を向けると、そうとも言えなくなる。28日ジョンバークを轟沈させた混合体の攻撃は、米直縁機が到着しておらず、戦団上空は無防備な状態であった。新州隊の攻撃が行われた30日は、他部隊との同時攻撃になり、米直縁機隊が分散された点と、連度が高い搭乗員による救急式軍艇の特性を生かした、低空からの侵入、急上昇して突入という戦法が成果に結びついたものと言える。つまり、特別攻撃、通常攻撃の区別なく防御側直縁機隊の戦力と攻撃隊搭乗員の連度が、作戦の成否に関係すると考えられるのである。この U15 戦団に対する一連の攻撃については、戦史叢書で海軍関係者はほとんど触れていない。日本側の資料は、特別攻撃についてわずか見られるだけで、陸海軍とも通常攻撃に参加した部隊についての詳細は不明である。しかし、米軍資料から、我が海軍内部にも総意による新たな戦法が実行されたことがわかる。それが航空機雷だ。28と29日の夜間に投下された、3式2号航空機雷1型と見られる機雷は、確実な戦果には繋がらなかったが、飛ぶのにやっとな未熟搭乗員の戦力化には、有効な手段と考えられるのである。
航空機雷が戦火に繋がらなかった理由は、運用によるものか、生産不備なのか、設計によるものなのか、日本側に資料がないためわからないが、この航空機雷作戦こそ、海軍内部における特別攻撃に対する批判と判断できる。彼らには、未熟搭乗員に特攻をさせても、無駄死にになるのがわかっているのだ。同様な作戦がその後に行われたのか、沖縄において機雷投下した一式陸攻の一例を見出したのみである。また、第4航空軍において、新州隊に、目的達成可能ならば、体当たりによることなく、爆撃して帰還せよ、と指示したのは事実である。事実ではあるが、一体何機の直縁機がついたのだろうか？この記録も残っていないため不明である。新州隊の上機である救急式軍偵察機は、救急式襲撃機と同等の性能を持つが、速力は400キロ程度である。サンホセ近郊に基地を持つ米戦闘機隊から、援護なくして逃げ切れると考える方に無理がある。艦船攻撃の際、機体が損傷を受けていればなおのことだ。どのような言葉をかけようとも、直縁機を揃えていなければ、新州隊員の心に響くことはないだろう。T 軍司令官は、この新州隊を見送った後、病に倒れる。陸海軍航空隊は、その後も決死と必死、二つの作戦の間を揺れ動くことになるが、その命の記録は、終戦により軍官僚の手で全てを灰にされたのである。灰の中に残されていたもの。昭和19年5月27日、琵琶湖島の戦いにおいて、高田勝重少佐は錦伏線を持って艦隊攻撃に出撃、全機自爆した。この攻撃は特別攻撃の先駆けとして、大々的に報道されたが、この報告を受けた大森少佐と小笠少佐は、無線誘導弾の開発を決心する。二人の考えた無線誘導爆弾は、親飛行機から翼のついた爆弾を無線誘導するもので、親子飛行機とも呼ばれた。欠点として、当時の技術では誘導できる距離がわずか11キロに過ぎず、爆弾命中前に親飛行機が撃墜される危険があった。生産が乏しい兵器かもしれないが、自爆攻撃を認めることは、帝国陸軍技術将校の教授が許さなかった。二人は、第二陸軍航空技術研究所所長、江ノ沢少将の元を訪れ、無線誘導爆弾の開発を進言した。江ノ沢少将はその提案を受け、自らが部長となって開発を主導する。5% でも、10% でも生還の道があるのは、決死隊の情動である。江ノ沢少将はこのように主張、周囲の反論を封じた。7月下旬には試作が開始され、9月に大型の E5 型、ついで10月に小型のオーツ型試作機が完成した。陸軍において11月より運用試験を開始。5割の命中率が得られると見積もられ、使用可能と判断された。昭和20年、陸軍は沖縄戦に投入するため、E5 中隊を編成し訓練を開始したが、実戦投入には異論が続出し、検討中に終戦を迎えた。残念ながら、この誘導爆弾は、日本を守ることができなかった。しかし、ほんのわずかではあるが、日本の良識を守ることができたのではないだろうか。